今からですね、八丈島に行ってきます。ただ、なんか飛行機がですね、この向こうに、もう島に降りれない可能性があるので、もしかしたら向こうまで行って羽田まで引き返してくる可能性があるらしい。眉毛調子悪くないということで、今からもうすぐ搭乗なんで、約5日間ですね、八丈島で祭りしたり観光したり、いろいろ楽しんでいこうかなと思います。行ってきます。到着しました。八丈島です。反転してるけど、いやー揺れたね。今すごいいい天気、ほら今すっごいいい天気だけど、途中さっきまでは大雨が降ってたらしくて、やっとなんか2周3周空港の周りでする時もあるらしい、降りれなくて。でも今回一発で降りれた。すごかったっすね。揺れたね。途中雷鳴って室内の電気が一瞬消えた時はマジで終わったと思ったということで、これから、ね5日間八丈島に滞在するので、まあ釣りもそうなんですけど、観光も含めてこの島を楽しんでいこうかなと思います。楽しみ島旅です。島旅始まり。今日はすこぶる前髪の調子が悪いです。いやいいね。今回島で使おうと思って持ってきたタックルを紹介したいと思います。はい、まずベイトからいきましょうか。一応ねビッグベイトとかも投げるかなと思って、はい、こちらディスラプションの 2X 6点の 2X ですね。でリールが、アンタレス DCMD に P の4号と、まあ、ナイロンは、まあ、要所によって、あリーダーか、リーダーは要所によって、まあ、太さ変えたりいろいろ調整していこうかなと思ってます。はい、で多分もう少し大きいビッグベイトを投げるかなと思って、強い方のディスラプションも持ってきました。 4X ディスラプションの 4X に、こっちもアンタレスの DCMD です。セッティングは一緒です、 P45。 はい、まあ、これで堤防だったり磯から、まあ、ちょっと青物を狙ったりできるかなっていう感じですね。はい、じゃ次スピニング。スピニングがこちらです。まず、まあ、足元のサビキ釣りで使おうと思って、で基本バスタックルしか持ってないんで、全部バスタックルで代用しようかなと思って、はい、なので、ポイズングロリアスの ML プラスですね、 273ML プラスに、リールはバンキッシュに P の 1.25 を巻いています。まあ、これで足元の魚とか小魚とか、まあ、ちっちゃいワームとかもできたりするんで、これで、ムロアジとかそういうちっちゃい魚を狙っていこうかなっていう感じです。はい、続きまして、これをね新しく仕入れたんですよ。こちらホリデー磯
450PTS 4m50 ですねの、大きいカゴ釣り、沖に投げるカゴ釣り用にこれを買いました。いろいろ調べてたらだいたい4号か5号ぐらいの硬さの竿がいいってことだったんで、これを見つけてね、振り出し式ですよ。これはすごい、私初めて使う。これこうやって、これが4m、ちょっとね今伸ばすだけ伸ばしてみるけど、長っ、なっけ、電線が気をつけながら、4m50、すごい。これに、鉄かごつけて沖に餌を、沖網を投げて、シマアジか、シマアジとかちょっと大きめの魚を狙うっていう感じですね。でリールも新しく買いました。アルテグラの、C5000XG にナイロンの4号を巻いてます。これめっちゃいい、ほんと1万円台で買えるんだっていうぐらいすごい巻き心地いい。まあ、ちょっと使ってみるのが楽しみですね。これだったら仮に、石垣台とかカンパチとか少し大きめの魚がかかっても大丈夫かなっていう感じのセッティングにしてます。はい、いやこれぐらいだったらいけるでしょう。はい、でもうこれがねメインと言っても過言ではない、このグロリアスで釣ったムロアジをこれで泳がせてカンパチとマグロを狙うっていう、もうメインです、メインロット。はい、これがグラップラーのタイプ C ですね。私がいつもマグロのキャスティングとかで使ってるやつです。で、リールがツインパーの14000番 XG に P が8号巻いてます。もうこれだったらマグロのね30キロ40キロかかっても大丈夫なセッティングにしてます。いや釣りたいですね、カンパチマグロ。まだまだこの八丈島、東京に比べたら全然あったかいんで、まだ魚残ってるんじゃないかなと思います。さあデイワンでございます。今多分ね潮が動いてるタイミングなんで、これから揚げ潮になってくるからまあいいんじゃないかな、この潮が動いてるタイミングがチャンスなんじゃないかなということで、早速こませ釣りやっていこうかなと思います。頑張りましょう。何か来た。ムロだ、ムロ。お、すげえ、2匹釣れた。やった。すげえ。ムロ2匹釣れた。やった。すいません。これでも踏ん張れないよこの足場。そう、ムロが釣れ始めた、みんな。
すごい。これマジやばいかもね。ちょっと風当たるけど、上からでも行けるし。上の方が滑んないですか？うん、でもね、どうせみんなぐーっと降りてるし、うん、まあ、左やから、みんな上行くから。あ、そうなんですか。拾い物をしたので、これで巨大ザメを狙っていきます。堤防から。やばいよ、これ釣れたら。なのでちょっとね、ワイヤーリーダーに変えていきます。屈強な屈強なワイヤーリーダーとゴンブト針で、よっ、ちょっと小さめでいこうかな。堤防で3匹拾ったんで、これを感じで、もうこのマーブル丸ごと投げる。これやべえよ、釣れたら。釣りてー、サメてるやつを拾ったけど、皮強すぎてマジで刺さんない。誰だ、え、マジ来た、死んでる。来た、もったいない、くそ。すごかった今の。食ってるかも。あ、針ちっちゃいから食い込ませんね。ちょっとサメでも、これやばい、
ど食ってるぞ食ってるかも。すいません。下にいる。やばい、来てる。来てる来てる来てる。はい。ちょっと待って。あれいなくなった？あれ？追われてない？え？もっといなくなったかもしれない。サメハンター午後戦。慣れたもんよ。待つのみ。いやー、デイワン終了しました。お疲れ様でした。ムロアジはね、結構いっぱい釣れたんだけど、やっぱサメとかカンパチとかはやっぱりいくら8畳とはいえなかなか厳しいみたいでした。なんか聞いたところ大潮が意外とあんまり良くないみたいな感じで、で今日大潮の最終日だったから、まあ、ここからどんどん良くなっていくのかなっていう感じですね。なのでめげずに明日からも朝一ちょっと入って頑張ろうかなと思います。お疲れ様でした。